川町はね、G6 なのでおまわりさんが厳戒態勢をとっております。かなりね、やばい感じですね。はい、もう全ての交差点に、まあ、1人から多くて8人ぐらいのおまわりさんが立っておりますね。素晴らしいね、これ恐ろしいね、素晴らしいというか恐ろしいというか、このなんだこの警備体制すごいね、うん、すごいよ、ほら全ての交差点に、全ての交差点入り口におまわりさんが立っております。これ素晴らしい光景じゃないでしょうか。交代大変やね、これすごい。やっぱりこのなんだろう、なんかあったらあかんころってね、警戒もね、すごいね、やばいね、本当立ってるのも全てのあのあれに通りにおまわりさんが立ってますね、全ての通りに、全ての通りにおまわりさんが立っております。軽井沢でもね、人が多いですね、うん、観光客別荘持ちどうなんでしょうね。とりあえずは全ての交差点にね、通りの入り口にですねおまわりさんが立っているというね、すごい状況が続いております。びっくりするわ、これはびっくりですね。わさがみちゃんもびっくりですね。ここなんか見て、8人体勢すごいな。プリンス通りは通られへんようになってんな。プリンス通りは、7人、8人、9人体制でカメラを設置してんねん。恐ろしいや、すごいね。
警戒態勢が半端ない。入りまくりやね。すごいな。うわお、ここなんか何おるわ。数えきれんぐらいおるわ。え、どういうこと？めっちゃおるやん。わお。わお。西キータ教えてくれよかな、おまわりさん。すいません、ね、京都帰りたいんですけどって。京都帰りたいんですけど、僕どうしたらいいでしょうかみたいな。すごいね。西部警察以来でこんなパトカー見た。大集合してる。車線を今から準備してんのすごいね。でももう離れたら大丈夫みたいな感じでね。離れたら大丈夫なのねみたいな感じで、そんな感じですけど、皆さんどうでしょうか。やばいね、やっぱりね。でやっぱりしなきゃいけないもんなんですね。まあ何かあった時にね、やっぱりそのいろんなね問題がね、発生すると思うんですけどね。通りかかって、ありさだけなんですけどね。